ていうふうに思いますね、うん、で例えばね若い人たちの政治的な関心は諸外国に比べて劇的に低いです、うんね、それはなぜなのか、ね、これ現状ですよね、うんうん、あるいは安倍について言うとね女性は安倍不支持が多いのに、うん、男性ほど安倍支持が多い、うん、これはなぜなのかこれも現状ですよね、はい、あるいはなぜ若い世代ほど安倍支持が多かったのかこれも現状ですよね、うん、あるいは、まあ、ここでも繰り返し申し上げてきたなぜ日本の生産性がこれほど低いのか去年ね韓国に個人別 GDP 抜かれましたけれどねそうですイタリアにも抜かれましたね抜かれましたよね、うん、あの今韓国の個人別 GDP 世界10位ですけれども日本は20位以下に落ちたんですね、うん、でこれは劇的なことですよね、うん、あとなぜですね日本だけ孤独死が多いのか在宅死者のうち5分の1から4分の1が孤独死ですよね、うん、でさらに日本にだけ存在する変なビジネスがあるんです、はあ、それは、まあ、青木さんにも文章をお送りしましたけど、うん、家族代行就活ビジネス就活っていうのは終わりの活動ですよね、うんはいはいうん、まあ要はですね例えば親が介護が必要になったとして、うん、介護施設の選定からまあ、施設に入ったとして施設とのやり取りから全て代行してくれる、うん、さらに死んだらですね、葬儀も全部やってもらうっていうか実際には葬儀を出さないで直葬って言ってねすぐに焼いちゃうんですけども、うんそれも全てやるで墓の選定も全てやるね、うん、そういう就活ビジネスこれ日本にだけあるんですよね、うん、で最近菅野久美子さんっていう方がそれについて本を出されたので僕も書評を書いています、うん、あとねなぜ日本にこれほどネトウヨやねクソフェミがたくさんいるのか、うんね、であるいはなぜ日本の大学がこれほど凋落しているのか、うん、東大ね昔ね4位だったんですよ、はい、今22位今多分もっとそれよりも下かもしれませんけどそこまで落ちたんですよね、うん、でこれも現状なんですよね、うん、あるいはなぜ日本だけ給料がこんなに安く、うんね、そうヨーロッパやアメリカに比べれば3分の2から半分なんですよね、うん、しかも物価がこれだけ安いのかワンコインでねランチ食べれるところは先進国で日本しかありません、でいい経済っていうのは物価が高くて給料も高いそういう社会なんですけどなんで日本はこれだけダメなのか、うんね、で安倍はその一味がねまあ基本的に漏れるデータ、うん、あるいはいいとこ取り見たいとこと見せたいところだけを見せるみたいな形でね勘違いしてる人が多いけれども日本のそのファンダメンタルな経済的な指標はもうめちゃくちゃなんですね、うん、でそれはなぜなのかそうしたことについてですねやっぱり現状分析を行うもっと言うとねなぜ日本の若者だけ自尊心が低いのかこれ統計データから分かっていますね、うん、これ前番組でも紹介しました。あるいはなぜ日本の若者だけ自分の家族をリスペクトしないのか、これも統計データから分かっています、ね、でこうした、まあ、日本の社会の空洞化を表す、まあ、現象の相対についての認識を示して、うん、ここが問題だからそういうふうになっているだから自分はこういうふうにするっていうふうに言ってくれないと基本的に全ての政策は円に書いた餅かあるいはそこだけうまくいったところで他のところはうまくいかないっていうことで割るんですよね。だからそういう意味で言うと今回の総裁選は、うん、まあ予想通りではあるけれども太平洋戦争の完全敗北安倍政権で繰り返された敗戦今回もまた嘘捏造された情報に国民が騙されたわけです。安倍の残りカスは安倍の秘密警察が我が物顔宮台真司さんの弾圧警察を蹴散らす方法、みんなで聞こう、ね。